おはようございます。今日のお天気をお伝えします。まずは皆さんからいただきましたウェザーリポートをご紹介していきます。こちらは愛知県知立市からいただいたリポート見ていきましょう。青空が広がっていますが、下の方には雲がすでにできていますね。こうもくもくとした雲ができているということで、今日も急な雨そして雷雨に注意が必要となっていきそうです。お出かけの際には折りたたみ傘を持っていくと良さそうですね。それでは全国のお天気をアイコンで見ていきたいと思います。今日は東から湿った空気が流れ込む影響で、東日本そして東北のエリアを中心に雲が広がりやすいお天気となります。雲越しに日差しも届いてくるんですけれども、にわか雨そして雷雨の恐れがありますので、天気の急変に注意が必要となりそうです。蒸し暑い体感も続いていきますので、体調管理万全に行ってください。そして日差しの届くエリア西日本、今日も多くなっていきそうです。日差しが届くと気温も上がって35度を超えて猛暑日となるようなエリアもあります。こちらでも引き続き厳しい暑さに注意が必要です。こまめな水分補給塩分補給で熱中症対策万全に行ってください。そして晴れているエリアでもですね、午後は山沿いを中心にゲリラ雷雨の恐れがありますので、空の変化にはご注意ください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。